第118回天皇賞は、1998年11月1日に、東京競馬場で開催された、競馬競争で、当年の天皇賞である。優勝馬はオフサイドトラップ。圧倒的一番人気に支持されたサイレンス鈴鹿が、競争中に故障を発症し、安楽死処分となった。年齢は全て急表記にて表記。 天皇賞本馬場入場時のサイレンス鈴鹿2000メートルで施行されて以来多くの馬が出走しやすい中距離ということもあって数多くの有力馬が出走してきた天皇賞ではあったが1990年代半ばから外国産馬の活躍も目立つようになってきたこととは裏腹に当時の同競争は外国産馬に解放されておらず実力馬が揃うことが少なくなってきていた そのような経緯もあり、当年は同競争を最大目標と定めていた、内国三バのサイレンス鈴鹿のためのレースと言っても過言ではなかった。同馬は序盤から花を奪うと、そのまま天生のスピードに任せてハイペースで飛ばしながら、後半さらに恵まれた瞬発力で突き放すという常識破りのレースぶりで、この年に入ってからジョギー。 宝塚記念を含む無敗の6連勝中であり、すでに期待の逃げ馬としての地位を確立していた。中でも前奏の第49回毎日王冠では NHK マイルカップを無敗で勝ったエルコンドルパサート、同じく無敗で朝日杯3歳ステークスを勝ったグラスワンダーの無敗の丸外星相手に1000メートルを57秒7のハイペースで飛ばしながら、 後半さらに突き放して悠々と勝利、倒した相手、パフォーマンスともに申し分のないものであった。さらに他に勝った競争でも、金舎地賞では、平地競争の重賞では、珍しい大差勝ちを収め、宝塚記念では、名品ニエアグルーブや、同年の春の天皇賞優勝はメ目白ブライとも、退けており、もはや中距離においては日本は、 愚か世界を見渡してもサイレンス鈴鹿を相手に勝てる馬はいないのではという声も上がるほどであった。事実、アメリカ合衆国の競馬雑誌でもサイレンス鈴鹿のことは取り上げられており、サイレンス鈴鹿陣営はこの競争後ジャパンカップに出走し、さらにはアメリカ遠征を考えていた。同競争はフルゲートに満たない12頭のみの出走となったが、これには中距離で、 サイレンス鈴鹿を相手に勝てないという考えから多くの陣営がこの競争を回避したためである。また、外国サンバのエルコンドルパサーとグラスワンダーにはこの競争への出走資格はなく、前年のこの競争の優勝馬であるエアグルーブはサイレンス鈴鹿エアグルーブ両馬の主戦機種であった竹豊の機上兼ね合いの問題や、 ハードなローテーションになるリスクを避けて、エリザベス女王杯一本に出走することにした。結果として、この競争に出走する GI 優勝馬は、サイレンス鈴鹿と、ベジロブライト、シルクジャスティス、休み明けのダート GI はグルメフロンティアの4頭だけとなり、他の有力馬としては、宝塚記念で、サイレンス鈴鹿に食い下がった、ステーゴールドや発災ながら調子を上げてきた。 オフサイドトラップがいる程度であった。当日のサイレンス鈴鹿の単勝オッズは、その圧倒的なパフォーマンスに加え、逃げ馬には有利な最内枠を引いたこともあり1.2倍の圧倒的一番人気となり、新聞雑誌各紙はアクシデントがない限り、サイレンス鈴鹿は負けないという評価がほとんどであり、どのくらいのタイムで勝利し、どのくらい後続をちぎるのかが、見どころとする評論家も少なくなかった。 またレース前に、この競争で、サイレンス鈴鹿に騎乗する竹豊は、今回もオーバーペースで逃げるつもりですと宣言していた。離れた2番人気は、メジロブライト、3番人気は、シルクジャスティスと続いた。絶好のスタートを切り、予想通り花を奪ったサイレンス鈴鹿はグリーンベルトに向かって一直線に伸びていき、 最初の一ハロンこそ十三秒と比較的ゆったりと言ったものの二ハロンあたりから加速し二ハロン三ハロンをそれぞれ十点九秒十点七秒というハイラップを刻んでいった前走でサイレンススズカに喧嘩を売った馬が潰れているためか同馬を追いかける馬はおらず第二コーナーあたりで早くも同じ逃げ馬のサイレントハンターに八馬身ほどのリードをつけ三番手には そこからさらに6.7バシンほど遅れて、オフサイドトラップが続いており、テレビ中継のカメラがアングルを目いっぱい引かなければ、すべての出走馬が映りきらないほど、縦長になるという異様な展開となった。その後もサイレンス鈴カは1000メートル通過タイムが距離が200メートル、短い前走の毎日王冠よりもさらに早い57秒4というかなりのハイペースで飛ばし続け、 三コーナーの手前では、後続のサイレントハンターに十馬身以上のリードをつけていたため、過去のサイレンス鈴鹿のパフォーマンスを知っているものの、多くは圧勝を予想するものも少なくなく、注目の内容は、どの馬が勝つかではなく、どのくらいのタイムで勝つかに変わりつつあった。しかし、第三コーナーに差し掛かったその時、突然、サイレンス鈴鹿が沈み込むように失速。この時、 左前足手根骨粉砕骨折を発症し、競争を中止した。しかし転倒することはなく、サイレンス鈴鹿は必死に外へ馬体を運んでいったため、後続の馬と接触することはなく、2番手のサイレントハンターが外を回されるという不利を受ける程度に止まった。その後、サイレントハンターが先頭で直線に入ったところで、今度は3番手だったオフサイドトラップが進出。 サイレントハンターをかわすと、ステイゴールドの猛追をなんとかしのぎきり、ゴールイン。史上初の98歳での天皇賞優勝となった。そして2番手には、ステイゴールドが入り、これでこの年に入って、G1 競争3回連続に着という陳事も起こった。一方の3コーナーで故障を発症した、サイレンス鈴川診断の結果予後不良の診断が下され、その場で安楽死処分となった。 レース後の部の落ち込みは相当なものであり、このレースでテームを荒らしに帰場していた福永祐一は、あんな落ち込んだ豊さんを今まで見たことがなかったと証言している。部は、オフサイドトラップの勝ちタイムが1分59秒3について、サイレンスがそんなに早くバてるわけない。やっぱりちぎっていたねと無念のコメントを残している。この時のフジテレビ系列の競馬中継番組、 スーパー競馬で解説をしていた大川慶次郎は無事に走っていれば8.9馬進は前で走っていたのではなかろうかとと語り、これで競馬には絶対がないから怖いという言葉を残している。対照的にオフサイドトラップが幾度も故障に見舞われながらも競争馬として長く現役であり続け、この競争で G1 勝利までたどり着き優勝馬と一番人気馬の対比が、 どんなに素晴らしい能力を兼ね備えていても、最後まで無事に走りきらないと意味がないという、無事ゼメーバという格言を証明するようなレースになった。勝利したオフサイドトラップに帰場していた柴田義富は、勝利機種インタビューで、数少ないオフサイドトラップファンの皆さん、応援ありがとうございましたとファンに呼びかけた。ただし、笑いが止まらないという発言に関しては非難の声も上がった。 部は、翌年スペシャルウィークでこの競争を制しており、この時、ゴールの瞬間、まるでサイレンス鈴鹿が後押しをしてくれたようでした。と語っている。本レースのテレビラジオ放送の実況担当者、ありがとうございます。